これから重機オートメーションシステムズ株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いします。まずは会社のメイン業務と会社の強みを教えてください。はい、我々重機は縫製機器の世界からトップをリードしている事業でございます。その技術力を生かしながらですね、基板製造工場にサポートする産業装置事業が大きく関わっております。現在では基板外観検査機であったり、部品を収納する自動倉庫、こちらの方や、ロボットを活用した実装工場だけではなく、幅広いお客様の自動化を推進するビジネスパートナーとして、お客様のスマート工場化に実現をサポートしております。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください。はい、基板外観検査機 SE1000、 それとインテリジェントストレージ管理システムのISM3600 でございます。 SE1000 は寸法計測や部品の表面異常検査といった表面外観検査機の自動化を実現する外観検査システムでございます。人による検査のばらつき、工程の負担の削除、こういった課題を解決する外観検査機 SE1000 は高速かつ正確な部品の異常検知をいたします。自動倉庫 ISM3600 は様々な部品の在庫管理、部品の入出庫管理、部品の搬送の自動化が可能な部品の管理システムでございます。大容量な収納で3600種の最大部品が確保できます。スペース削減にも貢献ができ、システム連携によりリアルタイムでの在庫数の確認が取れるようなシステムになっております。また AGV を活用した生産工程での配膳の精進化、こういったことにも効率化が実現できる。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、当社の強みは、確かな技術でお客様の工場を自動化してきた数々の、実績と信頼がございます。こちらの自動化実現してきた中からのソリューション提案、こちらを自動化の推進としてカスタマイズであったり工程改善が進まないご相談のパートナーとして課題を共に、一歩ずつ改善できるというビジネススタイル、このパートナースタイルが私たちの強みでございます。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、弊社の方で取り組んでおりますスマートファクトリー化、これに向けての改善提案、ぜひ私どもパートナーとしてご協力できればと思っております。ぜひ悩み事がありましたら重機の方にご相談いただければと考えております。はい、ありがとうございます。以上、重機オートメーションシステムズ株式会社の紹介でした。